初めまままししししてワンダービレッジ所属の佐野時と申しますすす現在21歳ですよろしくお願いします、えー、僕がなぜエントリーしたのかというと自分の中で朗読劇はすごく苦手分野だと思っていたのですが朗読劇には芝居の表現力を鍛える奥深さがあると思ったのでそれを克服するためにエントリーさせていただきました、えー、昔から本を読む習慣があまりなかったせいか 俳優を目指し始めてから自分の読解力の乏しさに苦しみましたその結果それを直そうとはせず勢いで芝居をしてきたせいでとても大雑把な芝居になってしまったり細かい感情表現だったり一つ一つのセリフに感情を乗せて話すということが苦手で人間の繊細な感情を表現することが苦手になってしまいましたなので 自分にはもっととと深いいころでで芝居を学んで知るる必要があると思いましたやっぱり勢いだけの芝居だけでは本来伝わるべき感情も伝わらないですし限界があると感じましたなので朗読劇を通して自分に足りない表現力読解力想像力などをさらに学んで吸収して その先につなげていきたいと思いエントリーしました、えー、課題の「雨にも負けず」を読みたいと思います「雨にも負けず」「宮沢賢治雨にも負けず」「風にも負けず」「雪にも夏の暑さにも負けない」「丈夫な体を持ち欲はなく」 決して怒らずいつも静かに笑っている一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べあらゆることを自分を感情に入れずよく見聞きしわかりそして忘れない野原の林の下の影の小さなかやぶきの小屋にいて東に病気の子供がいれば 行って看病してやり、西に疲れた母がいれば、行ってその稲の束を背負い、南に死にそうな人がいれば、行って怖がらなくてもよいといい、北に喧嘩や訴訟があれば、つまらないからやめろといい、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、皆にデクノボウと呼ばれ、 褒められもせず苦にもされずそういうものに私はなりたい課題の、えー、演技ですが一番の泣きの芝居をしたいと思います。お願いします 最後に「幸せな体験談」ですがこれは <laughs> 最近あったことなんですけどあのー、僕地元が新潟で状況僕一人で上京してきて家族5人家族なんですけど僕以外の4人は新潟で今暮らしてるんです。であのーまあ、僕は当然新潟に今コロナの影響もあって帰ることができないので。 家族4人で僕が昔バイトをしてたあのラーメン屋さんに家族でみんなで晩ごはんを食べに行ったみたいなんですで、まあ、そこのラーメン屋さんっていうのは僕が人生で一番最初にバイトをした場所ですごくいろいろ迷惑もかけてしまったりすごくお世話になった思い出深いラーメン屋さんなんですで家族でそこに食べに行って お父さんがもともとそこのラーメン屋さんの常連客だったみたいであの、おかみさんとおかみさんあの、夫婦でラーメン屋さん経営してるんですけどそこのああ、の…まあ、おかみさんとお話をしてる時にしばらく僕もラーメン屋さんに顔出せてなくて何年も連絡も全然取ってなかったんですけどすごく応援してるよ頑張って。 っていうふうに。言ってくれたのを。あの母親から伝言で聞いて。すごく。あの。まあ、自分の見られてない。なんていうんですか。まあ、なんか陰ですごく応援してくれてるんだなっていうふうに。感じて。すごく。幸せだなと。感じました。もっともっと頑張って。結果を残して。 いつか恩返しできたらなと思いました、えー、以上ですありがとうございました